鳥取の卸売市場ですよね、この中鳥取卸売市場やったっけね、その卸売市場の中かどうかちょっと定かじゃないですけど、お食事どころおはよう堂にやってまいりました。おはよう堂さんのお昼ご飯が美味しいということをお聞きしましてやってまいりました。営業中でございます。ありました。なんかね、値段が日によって違うらしいですよ。これが鯛刺身定食ですね。美味しそうじゃないですか。ご飯、お味噌汁もついてるんですね。具沢山っぽい。先どうぞ食べてください。サバ塩焼き定食やってまいりました。ご飯、お味噌汁、お味噌汁やたら量多いね。これ卵ですよね。卵、はい、ということでいただきます。いただきます。これでも量多くない？サバ鮭の 量として多いよね。これだってこれが2匹ついてんだよ。とりあえずいただきます。これでもね、漁港で取れたらなんかサバって感じするわ。あ、美味しい。魚美味しいわ、マジで。これもなみなみよ。味噌汁はちょっと甘い。このサバほんまうまいわ。これ醤油つけるかどうか悩むぐらいうまいな。醤油つけたやつもいただきます。うんうん、ほんと美味しい。